エーベルス、聞きなさい。はい、お母様。平和な時はすでに終わりを迎え、風は少しずつ邪悪な気をはらんで吹くようになっています。そんなこれからの時代、あなたは王として過酷な世界に立ち向かわなければならないでしょう。お母様、あなたは王として国を守り、どんな時でもこの国の人々のために剣を振るわなければならないのです。剣をですか？シリン。はい、お母様。長女のお前がエーベルスをしっかり見守ってやるのですよ。お母様、頼みますよ、シリン。はい、お母様。ローラ、ヒルダ、あなたたちはシリンを助けたね。はい、お母様。はい、お母様。あなたたち全員の力で生きて、あなたたち全員の力で。どうしたの、シリン姉さん。ああ、我が心の君よ、この花たちもあなたの前では色を失ってしまうでしょう。エーベルス、いつの間にそんな言葉を覚えたの？あなたのためなら国の一つや二つ、いや、このレジェンドラ大陸を全て手に入れてみせましょう。剣を振るうのは正義のため。亡くなった父上もいつもそうおっしゃったでしょ。エーベルス、私は行かなければなりません。運命の歯車はもう動き始めているのだから。どこへ？どこへ行くの？さようなら、エーベルス。私の小さなナイトさん。シリン姉さん、シリン姉さん。あ、夢か。エーベルス、なんだ、まだ寝てたの？あ、なんだ、ヒルダ姉さんか。悪かったわね、私で。ほら、ぐずぐずしないで、会議の時間よ。さあ、会議を始めましょう。シリン姉さんはまだ寝てる。珍しいわね。弟のお守りで疲れてるんじゃない？ヒルダ、いいわ、私が見ていきましょう。ドーラ様、そういうことでしたらこの僕が。ドーラ様、そういう仕事なら私め。おい、アルブレヒト、遠慮しろ。何よ。お前こそドーラ様にいいところを見せようと。そんなつもりじゃない、僕は純粋に。まあまあ、二人ともいいわね、モテる女は。一人で大丈夫よ。ドーラ様、ドーラ様。アルブレヒト、報告は。は、国境付近で発生していた例の家畜被害ですが、やはり魔族どもの仕業。国境の警備を強化いたしましたが、神出鬼没の奴らのこと、被害を完全になくすことは難しいです。お父様も魔族には手を焼いていたからね。魔族か、厄介な。文句ばっかり言ってないで、自分の力で解決しなさいってシリン姉さんはいつも言ってるでしょ。エーベルス、分かってるさ。大変、シリン姉様が朝早く城を出てまだ戻っていないようなの。シリン姉さんが？お供もつけず国境の方に向かったらしいわ。国境？よりによって魔族が出没している地帯にたった一人で。
カール、アルブレヒト、急げ、探索隊を組織しろ。陛下。ダメよ、エーベルス。魔族のおかげで国境も緊張してるのよ。そこに兵を率いるなんて無茶よ。でも、シリン姉さんが、シリン姉さんが危ないんだよ。落ち着きなさい、エーベルス。シリン姉様の言葉を思い出すのよ。どんな時も国王として考え、国王として行動しなさいって。それはシリン姉さんを無事連れ戻してからにするよ。みんな、急げ、急ぐんだ。わかりました、陛下。エーベルス、シリン姉さんのことでなると見境がないんだから。シリン姉さん、ヒルダまで。リビー、一体ここで何をしているの？いや、何、最近この辺りに魔族どもが出没してるっていうから退治してやろうと思ってね。あんたこそどうしたのよ。今はエーベルス王の臣下を務めてるんじゃなかったの？シリン姉様が行方不明なのよ。国境の方へ行ったらしいんだけど。何？シリンが？そりゃ大変だ。私も一緒に探すよ。ドーラ様、あのたくましい、あ、いえ、失礼、あの女性は誰ですか？私の古い友人でリビー。彼女の剣の腕は私が保証するわ。頼りになるわよ。本当にいいところでリビーに会ったわ。ドーラ様の友人？それにしてはドーラ様とは大違い。いえ、失礼しました。ご協力感謝します。リビーさんが手伝ってくれるなら百人力ね。さあ、シリン姉様を探しに行きましょう。ハイランド、懐かしいね。ウェインとか言ったかな、あの坊や。そういや、私と違って今じゃ冷たい土の中だっけ。まあ、お前たちじゃあの坊やみたく私を楽しませちゃくれないか。寂しいよね。何？何者だ？何を言っているんだ貴様。もしやシリン姉さんを。何言ってんのあんた。ウェイン、どこかで聞いたことがあるぞ。ウェインといえば大昔の英雄の名前。発見士でしたか。伝説の英雄。確か古い書物で読んだことがあります。そうさ、あいつらはもういない。誰もお前らを守ってくれないのさ。貴様、シリン姉さんを、シリン姉さんをどうした？なんだいこの坊やは。姉さん姉さんって、私はそんなことは知らないよ。そんな甘えん坊じゃこのグレイス様には勝てないね。何？さあ、かかってきな。このグレイス様が相手をしてやるよ。
ひざまずきなよ。
大越に